董卓の力は曹操をはるかに上回るものであった。辛くも洛陽を脱した曹操は時を置かず次の手を打つ。曹操は古い友である名族袁紹の名を借り天下に激文を発した。今こそ官室への忠義果たす時、忠臣立つべし、董卓討つべしと。これに応じ軍友が曹操らのもとへ参集、連合軍の形を成した。忠義、野心、義憤、それぞれの胸にそれぞれの思いを秘めて。この時曹操にはもう一つ期するところがあった。何者にも屈せず進むための力を得る。董卓を倒したその先へ、曹操はすでに遠大な道を描いていた。それを組んだ下江豚が新たな力となる二人の将を連れてくる。下江豚、そして学信、李典、猛将たちが虎牢関に吠える。旅館的中お手の者、李萬盛とは俺のこと。私がこの連合軍の名手袁本初である。今不定の輩董卓が官室の身を乱している。俗心討つべし、皆この私と共に董卓を倒すのだ。袁紹、名族の名もまた力か。この中から抜け出し天下に宋王族ありと示すには。お、ピンときた。ん？俺が使えるのはあなただ、宋に違いない。しかしなぜ私など、他の方々を差し置いて。なんだその者らは。お前が言ったのだろ、力がいると。とりあえず使えそうなのを見繕ってきた。あとはこの時を生かせ。それはお前にしかできない。お前たち名は。これは失礼しました。私は学士、あざなお文献と申します。俺は李典、あざなは萬盛って言います。いろいろ怪しいって言われますが、それなりに役に立てると思いますよ。書こうと。実力は保証するぞ。それに少し変わり者くらいが面白かろう。まあ、その通りやもな。まあ、あまり緊張するな。落ち着いて、自分にできることをやれ。猛徳の進む道には、お前の力が役に立つ。それをこの戦場で示せ。董卓を討ったとて、世は収まるまい。誰かがそれにとって変わらんとするだけだ。その時このわしに何ができるか、それはこたびのお前たちの働き次第であろうな。私は今まで記録係をしておりまして、このような任大変恐縮です。お前たちは。おお、曹操殿の将か。曹操殿は立派な将士を多く抱えておられる。この連合軍にとって実に頼もしい存在だ。へえ、
そうなやつから偉そうなやつまでいろいろだな。ま、人を気にしててもしゃあねえ。わしはわしで好きに暴れるぜ。私がこの連合軍の名手、炎本所である。我が友軍として戦うこと、光栄に思うがいい。我々の目的は逆進董卓の打倒、そして洛陽に追わす帝の救出である。そのためまずは要衝古老館を突破する。抵抗する賊軍は残らず蹴散らすのだ。では奮戦せよ。よいな。逆進董卓を討ち、官室の遺恨を取り戻す。全軍進め。まずは七位間を突破せねばな。我らは中央より進軍するぞ。我々が一番の命、長く出動でき、友軍を待つ。進む敵が邪魔よ。兵団は届くのが、ならんな。
よくやった。この働き覚えておく。おお、お前の戦並大抵ではないな。王卓様のもとへは行かせんぞ。これでも食らえ。当初に布陣し矢を放ってきたか。上の敵拠点を制すれば矢も止まろう。
ド法を使わせてもらうとしよう。早急に敵の投石攻撃を止めるぞ。何をグズグズしておる。さっさと出陣せんか。また貴様か。今日は逃がさん。死ね虫けら。逃げろ。こいつはわしが引き受けた。あの呂布にも引けを取らぬか。あの者見事な武勇。くだらねえ。わしの場合は雑魚の力試しをせねばならん。ここはあの者に任せよう。我々は楽勇へと向かうぞ。雑魚に用はない。命を惜しくは引っ込んでいる。確かにお前からは嫌な予感しかしないな。やるだけやってみるさ。この前は一番しか。今回はそうはいかん。貴様はここで死ね。道卓の才能がよく吠える。やすやすとはやれぬわ。最高の戦大義は我らと共に堂々と奮戦し王を競い合う。この戦に出たのは民の平穏はなく手に直接とはそうぞ。我らの志で降格を打ちましょう。劉備と言ったか。志だけで人は倒せぬ。まして世を治めることなどはな。いかな高邁な志も力なくしては無力。この場所にはそれを貫くだけの力が必要。むしろ果実の娘と約定通り董卓を討ちに参った。総帥様、お待ちしておりました。私の見事董卓を。お主のその志無駄にはせんぞ。よくやった。その働き覚えておく。伊天殿の軽やかな身のこなし、いつ見ても参考になります。
ち取った。本気出しちゃうよ。そうそう、どこまでも目障りなやつよ。今日こそは貴様の首をはねてくれるわ。このクズどもめが、これでわしの座を奪ったと思うな。誰がお前の座など欲しがるか。やろう、まっちぐら。くしょ、わしの手でぶちのめしてやろうと思ったのに。お前は先ほどは助けられたな、レオニオ。で、お前は何者だ。別に何者ってほどのもんでもねえんですが、ただあいつが悪いやつで、そのせいで世の中が荒れちまってる、そう思ったんでこの戦にこっそり混ざったんでさ。こっそり混ざっただと。おい、モード君。また一人面白い男に出会えたな。